客様は河北麻衣子さんと青山テルマさんです。けど一回会ってるし、うん、これ挨拶した方がいいのかな、うんうんうん、けどプライベートだし、うん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 、ここで挨拶したらこう意識しちゃうじゃん、あ誰いるみたいな、うん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 、わかるわかる。でうちは一回そのトイレに行って戻った時に目合ったら挨拶した方が、うん、あなるほどなるほど、その一回ワンチャンスこうあるかなっていうのを作ってみたんだけど、けど顔が合わなくてそっちなんか喋ってて、うんうん、あこれはもうダメだと思って、うんうんうん、だから帰る時に言おうかなと思って、うんうんうん、それもタイミング合わなくて、うん、だから次会った時に言った、あこの前 あのお店で、うん、あの挨拶的なすいませんみたいな。なるほどねなるほどね。そうけど決まなんかねあれ難しいよ、ね、難しいのよ。えセイハローする？いやだから、うん、そのテルマちゃんがいて、うん、まあ明らかデート中だったし、もう明らかね全然いいよ、お互いだけどね、お互いデート中だし、うん、そうそうだってその時麻衣子は今の旦那さんといて、そうそうそう、そうなのそうなの、そう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 、でどうしようと思ったんだけど、うん、でもまあテルマちゃんなんかこういうテンションだし、うん、なんか同じ感じで別に聖杯、うんうん、できるかなと思ったから、うんうんうん、なんか普通に聖杯したんだけど、ね、いつも悩むの、悩む、あとなんか先輩とか、うん、確かに確かに確かに、なんかこっちがバレた時に失礼になっちゃうかなとか、うんうん、すっごい悩むんだよね。わかる、あれ不思議だよね。あとは、うん、会ったこともない芸能人と会うのが一番気まずい。わかる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 。お互いきっと存在は知ってるんだけど。そうなのわかる。けどお会いしたことないから、うん、ここで初めましてっていうのも変だし、うんうん、あれが一番気まずいな。いやわかる。でも私はもうなんかちょっとでも認識ある人だったらもう自分から言っちゃう、うん、ああだけどそれがまあ一番いいけどね。なんかじゃないとなんかヒヤヒヤしちゃうの、うん、ずっと分かる分かる分かる、気づかれちゃうかなみたいな、失礼になっちゃわないかなみたいな、分かる分かる、すごい緊張しちゃって。けど昔は私なんかすごい警戒心、絶対ちっちゃいちょっとだけだけどねけどもうスタイルがもう全然違うの。もう麻衣子はもうマジで本当にあのね実物あってほしい皆さん。河北麻衣子さんもう顔がキュッってなって、もうスタイルがねめちゃくちゃいいんですよ。一緒よ。いやいや本当にそれはもう会ってみてほしい。いやいやいや本当にあすげえってなる。モデルってやっぱすげえ。モデルとタレントだよね、うん、今の。そうそうそう、的に、うん、そうなんです、そうなんです。いやすごいよ本当に。いやなんかささっきの話に戻るんだけどさ、うん、なんかばったりで、うん、芸能人でねばったりで一番すごい人誰？ばったりで一番すごい人、私絶対勝てるんだけどこればったりですごい人、うん、うわこれちょっと待って、今パッと思い浮かばないってことはそんなすごい人と会ってない。あカズレーザーさんねちょっとちょっとなんかカズレーザーさんじゃ弱いって。いや謝って、カズレーザーさんに今謝る。それは弱いって絶対。いやいやそうなんだけど、うん、そのきっと新幹線の乗り場にパーティー行って、うんうん、でも本当にプライベートから真っ赤なのよ。そうなのそうなの、私服からね。そうなのそうなの。だからパッて見て、あカズレーザーさんだって思った。けどその時はきっと共演あまりしたことなくて、うんうん、挨拶はしなかったんだけど、うん、そう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 、あとはそうだね、同じ新幹線の後がアンミカさんとかねえ、だからアンミカさんよくいそうじゃんアンミカさんに謝ってそんな別に新幹線よくいそうだよえじゃあ誰え、いい？いいよ。 A ちゃん、え、すごくない？すごくない？いや、すごいよね。ねえねえ、なんだったの今の変な間。どうしたどうした？いろんな A ちゃんを想像した。いやいや、あの A ちゃんよ。そうそうそう。あのザ、ね、ザ A ちゃんよ。それはすごいね。で、矢沢さんにお会いしたっていうか、うん、その同じレストランにいて、うん、で、それもなんかまあ、向こうはまあ 150% 私のこと知らないし、うん、でももう私はもうなんか、
気づいちゃってたから、うん、でもどうしようと思って、うん、でももう小さい頃からもうダディが大好きだったから、うん、すごい聞いてたの、うん、でもアーティストの方だからもう一生会うことないじゃん、うん、テルマちゃんとかは多分なんかね、うん、歌番組とか何かで会う可能性はあるかもしれないけど、やだよ、私はもう一生ないだろうと思って、うんうんうん、もうすごい勇気を振り絞って、うん、もう震えながら挨拶しようと思って挨拶に行ったの、うん、そしたら、うん、まずあの奥様といて、うん、まず最初に奥さんを紹介してきたの、え、超素敵じゃない？超素敵。いや、なんか、どんな感じで？なんか私が、うん、なんか本当にプライベートですいませんって言って、うん、なんかあのこういうお仕事をしてるんですけど、うん、すごい本当に好きで、うん、あの声をかけさせていただきましたみたいな、うん、もうすごい緊張しながら言って、うんうん、緊張する、そう、そしたらなんか、うん、これが俺の妻だからみたいなで、うん、お名前、うん、で紹介されて、うん、え、第一声目で奥さん紹介するってもうかっこよすぎて、うん、でその後によろしくって言って、うんうん、握手してくれて、かっこいい、いやもうめちゃくちゃかっこよかった、本当にかっこいいね、いやなんかこんな人いないよねと思って、日本にどこ探しても、ね、いやもうスターすぎて、うん、いやすごかったね、スターだよね、いやすごかった本当に、圧倒された、それはすごいわ、うん、もうそれは勝ち、そう、それは勝ちでいい、うん、それは勝ちカズレーザーさん出さないでくれるこの並びに、本当にごめんけど、いやいや、カズレーザーさんもすごいからね、いや、カズレーザーさん中野に行けばいるから、バッタリ、いやいやいや、バッタリ会うってすごいと思うよ、まあ確かにね、うん、うんうん、けどたまにこう街歩いてて、うんうん、なんかこういついつの矢沢がしみる45年間のメロディー、矢沢永吉初のバラードベストアルバム、スタンダードザ・バラードベスト大ヒット発売中、詳しくは矢沢永吉オフィシャルサイトを検索。